アウグスト・ベンチンガーは、スイス出身のチェロとビオラだ、ガンバの奏者、指揮者、バーゼルの生まれ。地元の音楽院で、パウル・グリュンマーにチェロ、ケルン音楽院で、フィリップ・ヤルナッハに音楽理論を学び、ベルリンで、エマヌエル・フォーヤマンの個人レッスンを受けた。1929年から1934年まで、ブレーメンのオーケストラの首席チェロ奏者を務める。 1925年より、ビオラダ・ガンバの研究をはじめ、1930年には、グスタフ・シェックラと昔の楽器を復元して演奏する、室内楽サークルを結成した。また、同じ目的で1933年に、カペル・カンマー・ムジークという団体を立ち上げたが、政治的理由ですぐに解散している。1934年には、バーゼル・スコラ・カントルムの、ビオラダ。 ガンバの教授として参加した。1936年から1970年までバーゼル一般音楽協会に入会していた。指揮者としては長年バーゼルスコラ・カントルムノが相談を率いる。一方で、1954年から1958年までカペラ・コロニ演出の指揮者を務めたり、1958年から1966年までハノーファーで 定期的にバロックオペラの上演を行ったりした。バーゼル近郊メッツァーレン・マリー・アシュタインにて死去した。ありがとうございます。